違うところは何かあるんですか。縦に入れるタイミングもいいですし、その入れた後のサポートの、はい、その質ですよね、はいはい、ここも早く入れて、藤原折り返した、決めた鈴木浩二、新潟先制1対0、今シーズン2ゴール目。まずここで起点作りながら横に入って、ここからダイレクトでワンタッチ入って背後ですよね、はい、藤原選手ですかね、いいボール入れましたね、中に。ここからの3人目ワンタッチも良かったですね、抜け出したコース取りも良かったですし、藤原選手、はい、こうなるとやっぱりゴール前の鈴木選手の強さ、